親愛なるファルザンへ元気にしているのあなたが失踪した日からもう20年以上も経った教練院の人からは「諦めた方がいい」「もう希望はない」と言われているでも母さんは「あなたがまだ生きている」と感じてるわこの世のどこかにねあなたは幼い頃から強がりででも どこにいても頭角を現す子だっただから今もあなたは必死に生きているんじゃないかしら家に帰る道を探し続けているはずよ残念だけど母さんはもうあなたを迎えてあげることができないかもしれないわねもう残された時間は少ないし体もだんだん鈍くなってきている これ以上遺跡には行かない方がいいとみんなから言われたのでもタミミは以前と変わらずいつもあなたの行っていた場所に足を運んでいるわそれでねあなたの先生とお友達がある方法を考えてくれたのよタミミを改造して私たちの代わりにタミミにあなたを探してもらうの 昔あなたはあまり家に帰ってこなくていつもミに手紙を託していたわね私たちがミに渡した手紙はちゃんとあなたのもとに届くかしらこの手紙が届くまでにどれほどの時間がかかるかはわからないけどこの手紙を読んでいる頃あなたはきっと帰り道を見つけられているはずよね この言葉を直接あなたに言うことができないのは残念だけどでもお母さんは今でもあなたを心から誇りに思っているし愛しているわおかえりファルさん